スピアが怖いですよ、スピア。意外と角度あるね。角度あるですね、これ。はい、おはようございます。テレスケです。はい、本日は松原ダムでミニ大会があります。というのもですね、本来清掃活動の後に大会をしましょうということだったんですけど、今年はですね、台風が少なかったというのもあるんですけど、まあ水位がですね、減衰してるんですよね。まあそれによってゴミもあまりないという感じなんで、もう大会をしつつ個人個人で拾っていきましょうという、まあそういう流れになってるみたいです。で、今日はですね、多数 JB プロの方も参加予定ということで、胸を借りるつもりでね、思い切って頑張っていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。もう通りを掘ってなんかこれが出るとちょっとこ う, そ う, そ う, そうなんかこうちょっとなんか考えちゃいますね。そうそう、兄貴お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。3ヶ月ぶりぐらいです。YouTube サボってます。サボり気味のカジさんネタがないんですよ。お願いします。やっぱ高野くんやっぱバスボトルやバスボトル見るのやばいな。いやいやいや恥ずかしいじゃないですか。旧車よ旧車。旧車、うん、旧車今流行るよ。流行るよ。4点パワーポールで。はいはい、私です。3000円いただいていいですか。すいません。みんな待ってるよ。走って。みんな待ってるよ。みんな待ってるよ。待ってるから。300円。走って走って。走って。厳しいなぁ、さすが先輩、先輩プロはやっぱり料理に厳しいですね。何風ですか。何風を吹かします。あ、何風ですか。いやいやいや、ある何吹かしてないです。おー、バチバチやね。バチバチの2人や。ファイトファイトファイト。相撲で。どこ行くの。俺が行事してやる。行事してやる。僕パーソナルトレーニングジムに通ってるんで。パーソナルトレーニングジムに通ってるんで。パーソナル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 トレーニングジムに通ってるんで。おお。腕自慢。喧嘩自慢。いやいやいや。ブレーキングダウン。喧嘩自慢。筋肉つけようかな。おお。かっこいいぞ。体重落としてほらもうリチウムイオンバッテリーが買ったんで、うん、ああなんか乗せとったっ、ね、やれるとこやったんで、うん、もう軽くするにはもう体しかねえな、うんうん、体しかねえ。ウルトレックスが136買ったの。112ポンドの36。ああ飛ばし屋やな。だけ飛ばすな。7キロぐらい出ますよエレキ、うん、だけエンジンいらないんですか。いや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 。系統カットカットなんですけど、まあ見ての通り減衰で斜面にゴミが乗っかってる状態です。で、大会ルールなんですけど、とりあえずキーパーサイズなしでグラフは3本で、エリアは皆さん分かりますよね。赤橋と赤橋の間は全開 OK、 赤橋からの上流は、スローでお願いします。はい、はい、2時まで、はい、行きましょう、はい、あとは何かあります。大丈夫です。はい、じゃあ2時までなんで、いっぱい魚釣ってきてください。はい、じゃあ次の準備してください。はい、お願いします。バックで。
やばいぞ。はい。全くです。釣れたんですか。マジっすか。すげえ、でかい。本当ですか。あ、マジっすか。全然ですね。1100。お、当たった。あ、これ。6600。わー、いい魚。あ、これくん紙もらったの。いつも見せつけられるとね、これね、この感じね、ですね。だって魚釣り大会だもん。ありがとうございます。ダメでしたよ、うん、私もです。 L 型に曲がっちゃうけどね。俺ハゲです。遊漁船に消す。もう水圧で上がってくる。はい、やりましたね。皆さんお疲れ様でした。本日21名の参加でお魚さん釣ったの10人です。半分釣れてないです。まあ、ちょっと急に寒くなって厳しかったと思いますが、さすがやっぱプロのご飯ばっかりたくさん釣られました。じゃあ表彰いきましょう。第3位からいきます。第3位松村選手。魚が3匹で 1445g でした。じゃあ第2位ザイツ選手。はい、さすが。はい、じゃあ本日の優勝堀くん。おお、うん、おお、堀くんは2本、はい、2本で2295。はい、1個大きかったですね。はい、はい、じゃあとりあえず3位からなんか。皆さんお疲れ様です。とりあえず今日はもう最後の方にスタートしたんですけど、向こうの 何スロープですか。わらびのスロープのところで、まあ、今日釣った3本全部ライブスコープで見ながら釣って、で、終わりました。もうそこから先は釣れませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。下桶赤橋手前のワンドで3匹ですね。メタルバイブとビッグワンのダンソフトと、あとジグヘッドで釣りました。以上です。ありがとうございます。じゃあ堀君お願いします。お疲れ様でした。島の、北側西側です。道路のとこやね。道路ではない。道路じゃなくて島の向こう側、うん、で10メーターぐらいのとこで
なんかちょこちょこ釣れました。以上です。この上で。はい。おめでとうございます。OK。じゃあ行きまーす。ガーミン苦手。ガーミン。はい。今崎さん。ガーミン。ガーミン。イリキ。サイオンが。え、どれでもいいんですか。どれでもいいです。これでも。はい。これでも。どれでも。じゃあパッコンいただき、はい、それでいい。はい。おはようございます。キノピ。俺。あれどうだ。すみません。ちょうどいい。差しすぎだ。の遊漁券扱ってる北漁協さんお酒。おお。5人と、ワームなんですけど、これはあの堀選手と中谷さんからの、協賛品です。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ呼ばれたらお酒と好きなの。円だろ。肩の。はい。はい。一番じゃん。もうだった。もうだった。禁止中じゃないでも。じゃあ家に帰るまでが実際会です。みんなで協力して片付けて帰りましょう。はい。ということで試合を終えました。今日ですね、やってしまいました。ノーフィッシュということで、なかなか厳しかったですね。21名中10名くらいしか釣れなかったのかな。うん、半分くらいはノーフィッシュということで、まあ厳しいのを分かってただけにですね、ちょっと合わせられなかったのがちょっと悔しいですね。はい。まああの財津さん、まあ厳しいながらも見事に前回の大会でエリアを見つけて、今回見事にアジャストしてきていました。いやー、さすがの一言ですね。まあ僕はですね、一日っていうか、まあ朝一最上流まで登って、昼くらいに一旦下流の方に降りてきたんですけど、まあその結構やっぱプレッシャーというか、結構入りたい場所に結構人がいたので、ちょっと諦めてもう一回上流で勝負しようと思って、また上流に登って、もうその時誰も最上流はいなくて、ほぼ一人でやってたんですけど、まあ食わせることができずに、はい、終了となりました。上流もですね、結構あの50アップまでないけど40後半のが結構あの泳いでたんで、いるのはいたんですよね。その個体を見てただけに釣りきれなかったのが悔しいです。まあ、これも勉強なので、また懲りずに、まあ懲りるつもりはさらさらないんですけど、またね練習を頑張ってまた釣れるようにしたいと思います。昨日ですね、前日に結構風が吹いてて、まあ気温も下がって、ちょっとね雪もちらついたんですよね、この松原のエリアは。なんでそれでちょっとターンオーバーじゃないですけど、そういうのが一気にプレッシャーかかって、魚がそこの方に沈んだのかなっていう感じです。なんでダウンショットとか、そういうボトムの方のリグに結構反応が良かったみたいです。まあ僕はそのいつものミドスと、まあ、中層と、あと今日はアラバマリグなんで、まあそれも中層から競争をかけてなんですけど、やっぱレンジを合わせることができずに終了しましたという感じです。いやー、釣った方はさすがです。うん、まだまだですね。
まあまあだからバス釣りは面白いんですけどね。あ、これはやめられんな。はい、ということでまた、バンバン釣りに行きますんで、ご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。ちゃんとランチングするときライジカ来てください。出たアンチ。アンチじゃない。